皆さんどうか集まってすごいいっぱい。はい、はい、これからお話し聞かせていただくのがファウンデーションの皆さんです。どうか皆さんお疲れ様でした。盛り上がってるか。お疲れ様でした。すごかったです。ありがとうございます。すごいテンションもすごいですね。いやもうすごいの以外は何もないです、はい、こういうね、はい、解放されたところで僕ら踊るの大好きなんですよ、はい、普段クラブとかそういう内側のステージばっかりですもんね、はい、そうですね、はい、アンダーグラウンドが結構多いんですけど、はい、今日はオーバーグラウンドということで、はい、オーバーグラウンドしてまーす、はい、続々とメンバーの方がいらっしゃってます、はいはい、え、どうでしたか感想の方は。あ、僕ですか、はい、あ、すげえ楽しかったです普通です、はい、じゃあ皆さん、ブレイクダンスが2018年のユースオリンピック種目に決まりましたが、はい、どう感じてますか。あのね、はい、僕、まだもうおじさんなんですけど、はい、もっと早くやってほしかった。間違いない。もっと早くやってほしかった。そういうことで、オリンピックに関してはこれぐらいで国内外で活躍しているファウンデーションの皆さんですけれども、コンペティションやイベントでパフォーマンスするときでも大切にしていることとかありますか。初心を忘れないことですね。常にチャレンジャーでいること、それがすごい大事だと思います。真面目な素晴らしいです。ファウンデーションのカラーを大事にする、はい、アイデンティティーとを大事にすることと、はい、常にチャレンジャーでいること、はい、まあ、まあ彼も BCO で優勝しましたけど、はい、ね、いつも言ってるもんね。かっこいい。いやー、すっごいかっこよかった。チャレンジャーでいることが大事だよね。大事。なんか先ほどちょっとショーケースの方を見させていただいたんですけど、結構ルーティンの中に皆さんでこう一緒になってシンクロするような演技がすごくいっぱいあって、なんかどういう感じで技が生まれてくるんですか。みんなでよく見てますね、はい、すごい見ました。ありがとうございます。うにょうにょって中でさ、なんか一人が回ってたり、なんかこうカオスみたいなんだけど、よくよく見るとすごいみたいな。練習している中で、まあ、やっぱ遊びもするんですけど、はい、まあ、ちょっと遊びの中で生まれたりする時もあるし、作っていこうっつって作る時もあるし、はい、いろんなとこからインスピレーションを得て作ってるので、なんか、はい、経験すべてが自分らの、技になりネタとなり糧となっていく感じです、はい、すごいかっこいいんですけど、ちょっと想像すると、まあ、夜中の深夜練とかで男性が3人ぐらいこううにょうにょしながら作り上げられてるってことですよね。汚い床でうにょうにょしてる感じです、はい、床掃除してます、はい、そうですよね。ルンバ今日めっちゃ今日ステージ掃除しました。4人でね、人間ルンバの皆さんでした。あ、違うか、違う。旅なんですけど、あともう一つ気になったのが、はい、ブレイクダンスってすごくリズムに合わせて速い演技で、なんかこうえいっていう感じでパワープレイなイメージがあるんですけど、結構ゆっくり、はい、例えばすごい難しいポイントで止まったりとか、はい、なんかそういうことをするコツとかってありますか。リーダーあんただよ。止まる、フリーズって言うんですけど。いや、すごかったです。止まることフリーズって言うんですけど、フリーズのコツってありますか。コツ、はい、練習ですね。やっぱ練習です。体全身を練習、はい、練習です。いや、見てください、この筋肉素晴らしい。わお、わ照れます照れます。これがうねうねしてますし。ちなみにブレイクダンスを、はい、が上手くなるコツとかってありますか。上手くなるコツは、はい、ブレイクダンスを好きになることですね。やはりまあ、でも経験だと思います。好きになって練習して今年30になりましたか、はい、はい、じゃあもう今年ももう半ばになってきましたけれども、後半の目標などありますか。ファインプレー出ることですよ、もちろん。すごい、皆さんファインプレーに出るのを楽しみにしていていただいたみたいです。はい、赤川さん神々なんですけど、じゃあ、本日応援サポートしてくれる皆さんに最後にメッセージの方お願いします。はい、今日はショーノープをお越しいただき誠にありがとうございました。僕らファウンデーションこれからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。ピース。大丈夫かこれ。大丈夫か。